どうも、一生声が一度ものです。孤独の全国は1475匹なんですけれども、これちょっとイメージつかない人ですね。近所にいるリベリアカバ。リベリアカバを頑張って捕まえたら、ザッシュすれば、大体一緒です。そしてこの音は、噴水。Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take... というわけで、今回紹介するのはゴルフの TDI、つまりですね、待望のディーゼルエンジン搭載車なんです。まずはですから、エンジンを見てみましょう。この4気筒ディーゼルターボエンジンはですね、150馬力360ニュートンとなかなかのスペックなんですが、それよりも注目なのはですね、そのクリーンさ。実は今回ですね、その尿素 SCR システムで使っているその尿素を吹く箇所が2箇所に増えているんです。触媒をですね、2連チャンセットして、その2個の触媒それぞれに尿素を吹くようなシステムにしてます。この触媒ですね、見た目が結構似てますので、これ通称フォルクスワーゲンではカズヤとタツヤって呼ばれているそうです。いや、もちろん嘘です。フォルクスワーゲンが今頃こう言ってますよ。ちょっとってね。このシステムを使ったことによってですね、従来よりも窒素酸化物の排出量を8割から9割も減らしてるんだって。偉いね。では横見ましょう。ボディはですね、非常に流麗になってですね、このように A ピラーがすごく寝てますが、全体としてはですね、ここに現れるようにゴルフらしいルックです。そう、この世代が変わっても継承されるぶっとい C ピラー、これ讃岐うどんというよりもですね、山梨名物ほうとうぐらいの太さがありますよね。リアに待ってました。リアでの注目はここ、フォルクスワーゲンのマークがこのようにフラットな造形になってます。さらにゴルフの文字はバラ文字で、マークの下配置、さらにバンパ下、左右4本出しのテールがかっこいい。ゴルフ TDI で舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのための海が捉えてはあるのかですよね。ありそうな風情あるのかな、ないのかな。いや、しかしね、これ見てください。これバイザーの形が四角に近く、そしてこの蓋部分、この彫り込みの形状がこのようにバイザーとぴったり合ってます。こういうところがフォルクスワーゲンっぽいんですよね。あるのかな、ないのかな。ででありました。連動式ライトは LED 100点です。フロントシートは角が立った造形。インパネは8代目ゴルフの花と呼べる部分です。ドライバーの正面のフル液晶モニター、そして中央のモニターがですね、ブラックのパーツで連結されたような造形になっています。なおですね、パッと見、物理的なスイッチが非常に減らされています。その分、タッチパネルで操作できることが多いです。例えばエアコン。こちらでエアコン呼び出して、このように風量コントロールもできますし、下のパネルを使うと、このように温度の調整もできるんです。ですから、タッチパネル方式と物理ボタン方式の直感操作のいいところを組み合わせたパネルになってます。そして注目はここ。シフトセレクトはこのように電子接点の小さいものになってます。ですから突起が少なくて、このように広々感を演出してるんです。さらにこのモデルはですね、 ACC やステアリングの保持操作などのですね、様々な ADAS 系が充実してます。その操作系こちらにありますが、ただですね、この車にまだ馴染んでない人にとっては敷居が高いかもしれません。そんな人のためにこちら、タッチモニターでドライビングアシスト系を呼び出しますと、このようにですね、例えばここを触るとプリクラッシュブレーキシステム、例えばこの車線を触るとレーンキープアシストシステムの表示が出ます。ここを触るとレーンチェンジアシストなどのように、グラフィカルに今自分がどんな機能を操作しようとしているのかというのを分からせてくれるんです。偉いです。リアシートチェックします。お、フロントシート同様にですね、質実剛健なスタイル、エッジが立ってます。乗り込んでみますが、あ、座ってもですね、このエッジ、このエッジ部分がしっかりと機能していて、この R ラインバケットシートのような座り心地です。非常に姿勢をしっかり座らせます。頭上、これだけの空間、膝元、身長173センチの私が座ってこれだけの空間があります。ラゲッジチェックします。このフォルクスワーゲンのマークを触ると開くんです。この状態でもかなり広く380リットルの空間があります。これだけのスペースがあれば、体長90センチのセグロジャッカルをもし捕まえても横倒しで一頭詰めますし、この下大きなスペースがあるんでした。珍しくテンパーもあるよ。ちなみにこの380リットルという空間ですね、実はこれ先代と同じなんですが、鉱石を倒すと
最大で1237リットルの空間ができます。これは先代を上回ってるんです。いやー、走り出しからハッとしますね。これいいですね。ゴルフ8はですね、先代に比べてさらにブラッシュアップして洗練されて乗り味が良くなりましたけれども、このゴルフ TDI はですね、その洗練されたシャシーにものすごくマッチするトルク特性です。もちろんディーゼルなのでトルクが太いのは当たり前なんですけれども、その強力なトルクがですね、自然に、そしてでも緩やかに出てくるわけじゃなくて自然に強く出ます。アクセルまだ全然深く踏んでませんけれども、すごく優雅。これは気持ちいい。これはいいな。8代目ゴルフシリーズの中でもものすごく気持ちいいです。そしてこの150馬力360ニュートンのスペックを持つディーゼルエンジンに組み合わされるトランスミッションはですね、7速の DCT です。このシフトプログラムはですね、もちろんですね、燃費を考えてなるべく早め早めに高いギアを選んでいくんですが、その高いギアを選択していってるにもかかわらずですね、運転している楽しさは、シズル感みたいなものはですね、ずっとキープしてます。それはやっぱりこのディーゼルエンジンの太いトルクのおかげなんです。非常にね、このシフトのスケジュールとマッチングがいいですね。燃費がいいのに運転の気持ちよさもあるという。そしてこのですね、進化したシャシーなんですけれども、これどう進化したか、かなりね、先代と味付けが違って明確なんです。ゴルフといえばですね、誰もが安定志向のステアリングというのはイメージつくと思うんですけれども、もちろん安定してはいるんですが、よりですね、ステアリングがアンダー傾向ではなくてですね、ニュートラル、もしくは場合によってはですね、ちょいオーバー気味かなみたいな感じで、しっかりノーズがインにインに入っていくような設定になってます。この設定によってですね、先代よりも若々しい感じがしてきます。伝わってきます。それはですね、この車線変更一つでも感じられますよ。ほら、しっかりですね、サスはロールしてるんですけれども、スパッと入っていく感じがあります。さあ、前がちょっと空いたので踏みます。ほうほう、今見ました。踏んだら私クンと後ろに持ってかれましたよね。踏み込むとかなりですね、しっかりとキックダウンをして加速のショックをないがしろにしない設定です。この車にはまだまだいいところがありますよ。題しまして、それホームランポイント。片手で打っちゃう。高速道路などでの同一車線内のステアリングアシストと ACC をフル連動させるシステム、トラベルアシストなんですけれども、その操作の起動方法はとても簡単。ここを押すだけで一発起動するんです。ガソリンの一部グレードではリアトーションビームもありますが、このモデルはマルチリンクなんです。高級タッチパネル操作によるミニマル化はですね、なんとライトグリーンにも及んでます。このようにライトスイッチもタッチパネルなんでした。統一されてるね。シートヒーターが左右についてますが、その操作系も未来っぽい。ここに表示ありますけれども、スイッチ系とかがないんですよね。タッチ系もない、表示もない。どうするかというと、ここエアコンの操作系、温度計になってますが、これをですね、2本指で触る。するとほら、ヒーターがオンになる。一つの操作系で複数操作は賢いね。というわけで、ゴルフ8に追加されたこのディーゼルモデル TDI はですね、走り始めから巡航、そしてですね、高速での加速時にも、とにかくもうね、トルク天国、トルクがどんどん出てくるトルク天国を味わわせてくれる大変便利な車でした。ごちそうさまでした。